クローバーワークスさんと唯川あさきさん主演のトラペジウムが公開されるので、唯川あさきさんつながりで逃げ上手の若君についてあれこれ不安だっていう話をしつつも、それが逆死につながることを祈りますかね。というのも、逃げ若のレビュー動画みたいなものを、半年前ぐらいに出したんですけど、あれから結構ジャンプ本誌の状況が変わってきまして、率直な感想を語りますかね。なお、ネタバレありです。最初にざっくり自分の5月10日の現在の逃げ若に対する感想として、正直、ダイジェストの惰性で、アニメが終わるまでやめらんないという状況を続けてるような感覚を受けます。夜桜やアンデラは僕大好きなんですよ、今でもね。実際夜桜さんちの太陽とアンデラの風子ちゃんと逃げ若の時行きは成長主人公っていうことで、どうなるのかっていう、読めなかったところもあると思うんですよ。その中で夜桜さんちとアンデラって良くも悪くも敵が誰なのか明確じゃないっていう時期が続いてるし、やっぱ荒削りさんみたいなものあるから、そこで賛否あんのかなって思ってんだけど、ただアンデラは今神と戦うために、フーコがジョイスさんからユニオンを預かって鍛えて、ニコさんとかもパワーアップして、みんなで頑張ってるって感じだし、夜桜さんちは子供生まれるんだけど、夜桜家を裏で操ってた頭のおかしいおっちゃん相手に立ち向かってるって状況なんですけど、アンデラも夜桜もあとマッシュルも勝ち筋はあるじゃないですか。マッシュルもやっぱマッシュが友達や今まで戦ってきた連中とみんなのおかげで世界を守れたっていう戦いだし、ちゃんと勝利があるんですよ。友情、努力、勝利のうちちゃんと勝てる、それが基本的な、ジャンプの黄金鉄則だし、それはネウロや暗殺教室だって同じだったわけなんだけど、逃げ若はここで歴史ものとジャンプものの境界線が逆に出羽風になってる感じする。これ言うと南北朝時代を取り扱ってくれる漫画だけ貴重だとか言われることもあるんだけど、そもそも神通力とか戦車とか雫が東方の諏訪子様みたいだとか言われてもはぁとしかならないんですよ。少なくとも松井先生は最初ジャンプ漫画として書こうとしてたけど、思った以上に初期設定失敗してんじゃないかなと思った。正直だってさ、史実通りだったらさ、時行きさっさと負けろって話なんですよ。キャラ的に見ても生き恥さらしてもいいから逃げ続けるっていうのが時行きではあるんだけどね。あとね、ジャンプ漫画として見るとね、火力が足んないっす。ルフィさんとかマッシュくんとか火力たっぷりだし、フーコちゃんは第二部になってゴリラになったし、太陽はすごい。あれ夜桜さんちは軽く見られがちだけど、あれ思った以上に太陽の成長曲線まっすぐなんですよ、恋愛能なだけでね。じゃあ若はどうなのかっていうと、あいつね、回避能力に長けてるっていう設定のせいで火力が足んないんですよ。ゲーム的に見ちゃうと、若って回避盾の指揮官だから当人の火力っていうのはあんまり伸びない。それでも小技を使って鍛えてくっていう、そういうようなキャラにしようと思ってたんだろうけど、間に合わなくなってますね。そして敵は火力を出せるんですよ。常に強くなってるのは敵だばっかっていう感じ。吹雪も史実キャラになったことで大技繰り出せるようになってますしね。クローバーワークスキャラでもウィンブレの桜遥のライダーキックや受付嬢のアリナ・クローバーさんのイキリ・ゴルディオン・ファンマーみたいな火力が若には足んないかなって思う。この辺すごい皮肉で、割と過小評価されがちな夜桜さんちの大作戦が、初期の銃である刃をうまく使いこなしてたり、2クール目になるとあいつパワーアップするから、その辺でどういう風に出てくるのかなって思った。ベテラン VS 元打ち切り漫画家っていうかさ、そういう対決なんだけど、俺の個人的な感想としては、クローバーワークつながりで FGO のマッシュのタンクキャラは映像化に向いてないよねって感覚と、あとは指揮官キャラとしては夜桜さんちのむつみと、あとは松井先生の暗殺教室の渚を足して4で割ったっていうのが逃げ若の時行きの現状の評価かなと思う。
あとね、よいかわさきさんね、隣の妖怪さんとトラペジウムのプロモーションビデオを見る限り、割と芸能人声優って感じがして、ちょっと事務所あたりの育て方間違ってないかなと思った、うん、もうちょっとなろうとかやったり、ブルアカと先生に変態行為されるような女の子をやるとか、まあ、そういうところでもうちょっと汚さとか出したとこいいかも。いやまあ和歌はまあ汚い方なんだけど、あいつまともじゃん。マッシュと太陽と風子を和歌に並べると、一番狂ってるのが二部風子で、次に狂ってるのが家族守るモードの太陽で、まあ、その次くらいにジエちゃん補正が入ったマッシュで、変態の皮をかぶったまともなやつが和歌かな。なんかそんな感じなんだよ。イタドリとかマッシュくんとか太陽とかは、まあ、声優さんが、まあ、変ななろうばっか出てたりしたこともあったから、よいかわさきさんもなろうに出りゃいいよ。なろうに出てもっと崩れていくことを期待してます。まあ正直育て方として良くないんじゃないかなと思いますよ、なんとなく。まあここまで言ってきたけど、南北朝鬼ごっこの演出とかしたいかなと思った、うん。ただ逃げ場かね、実際2クール目あたりまでは面白いから、まああとはさ、うん、どの放送局でやるかなってのがあると思う。まあ一番理想的なのは NHK でやるべきアニメだと思うんだけどね、これ。まあそこら辺発表がないのは、まあ出し惜しんでんのかなと思った、うん。でもアニプレつながりでさ、マケインとか物語シリーズとかアトリちゃんとかは結構新情報を出してんだよね、うん。まあその辺大丈夫なのかなってのは、まあ正直思っちゃう、うん。あとは梅原翔太さんだからこそ不安ってのがあって、あの人キセコイとボザロ当てたから、それで結構神格化されてるところもあると思うんですけど、ワンダーエッグプライオリティはもったいないことになったし、あとはね、梅原さんさ分身できないじゃない。あの人4人ぐらい欲しいから、結構真面目に言ってんだけど、うん、というのも実際キセコイとボザロってまあ2機は作れるし、まあボザロは結構賛否あると思うんだけど、俺はボザロはね、未確認ライオット編やってこその誤動だと思うから、うん。まあ3期になるとようやく日常系になるんだけどさ、俺は梅原さんは短距離スプリンターであってスタミナはあんまりないのかなってイメージがあるんだよね。まあそれはまあそれこそ動画工房時代もあったし、推しの子やちいかわはもう数年かけての企画だと思うけど、あれは長距離プランナーじゃん。でも逃げ若はさ、やっぱりアンデラバリに最低4クル欲しいんだよ。まあそこら辺確保できるかどうかじゃないですかね。まあ分割の可能性もあるけどね、うん。まあ逃げ若に関してはこんな感じですかね、うん。まあ個人的にはネウロの再アニメ化の方がまあ良かったんじゃないかなと思うんですけどね。まあさて逃げ若はどうなるのか、まあ夏をお楽しみにくださいって感じですかね、はい。